休んでいた趣味のコーラスの勉強を再開していたというアキコさん。PPP 法案確認決定。ワンセグ市長、矢沢。これで念願のお孫さんとの旅行にも出かけられそう。あきこさん、これからもしっかり養生してくださいね。その夜、佐竹先生のご自宅にも挨拶に伺ってみました。すると先生がいらっしゃったのは、あのホットバルーンカテーテルを生み出した物置小屋。一体何をしているのでしょうか。なんと先生は新たなカテーテルの開発を発表していたのです。私なら直せる名医佐竹修太郎先生。その悪なき挑戦はまだまだ終わりそうにありません。私なら直せる続いての名医は、今まで不可能とされてきた失った聴力を取り戻す手術を行う名医です。お父さん、聞いてるの？加齢により誰にでも起こりうる耳が遠くなったと呼ばれる症状。しかし最近、おはよう。年のせいで耳が遠くなってきたと思っていたら突然、どうか。はあ、全く聞こえない。音が全く聞こえない無音の世界に突き落とされる方が急増しているといいます。それこそが突発性難聴と呼ばれる病。突発性難聴は耳の奥にある半音と呼ばれる一発型の器官が突然何らかの原因で機能低下を起こし、音を感じられなくなる病です。年間およそ7万5000人が発症。そのうち50代以上の患者さんがおよそ7割を占めると言われています。詳しい原因は分かっていませんが、一度失われた音を取り戻すことは難しく、一生無音の世界で生きることを余儀なくされてしまう方もいなくないのです。東京都港区の国際医療福祉大学三田病院、ここに突発性難聴を発症し入院中の患者さんがいます。志村さん、82歳。状態なのです。相手の話を聞くときはもっぱらこうした。今日ね、外はすごく寒いよ。ああ、そうですか。トイレに行くのもいちいち確認しなければなりません。
あ、ちょっと変えますよ。治療不可能と突発性難聴を治すことができる画期的なある手術。